はい、では始めていきたいと思います。録画が3ヶ月じゃない、1ヶ月ぶりで、すごくその何をやっていたのか分かんないぐらいの状況でございます。ただ一応前の動画を見返して、信長のそのルーレットのメモがあるので、それを起こしたら、1人の武将と100の兵をプレゼント、どこかにプレゼントするっていう罰と、ルーレット回す、これやっていないということなので、まず回しましょうか。本当に覚えてない。これが20以上のルートなんで、いきますか。まあね、これだっけ？あ、これか。これなのか？あ、これだ。いきましょう。まあ、で、何出ても、いや、もうどれ出ても嫌だな。うわ、鉄鋼線を持たせた武将1人解雇。はい。そして100の、もう、鬼畜だな。100の兵とね、100の武将、100の兵と1人の武将を、プレゼントですね。まだ、どっかに攻めて捕まえてもらわなきゃいけないので、ちょっとね、なんとかしてほしいんだけど。どこと同盟組んでたっけな。朝倉と組んでたっけかな。見てみればいいや。好き、朝倉組んでる。上杉とも組んでなかった？組んでるね。多分伊達も組んでる。北条じゃないよ。了解。見てあげよう。鉄鋼戦の武将もね、解雇しなきゃいけないしね。鬼畜だな。いや、別なゲームのね、別なゲームのね、その動画編集にはまって、本当に全然やってなかったんですよね。やらなきゃいけないなと思ってたんだけど、やらなかった。あ、もう逃げんなって。これ確か前回から何回も逃げてるんですよね。逃げんなって思ってるのに逃げるんですよ。捕まってくれと言っているんですけれども、捕まってくれない記憶がありますね。参りましたね。もう何がどうなってるか分かんないや。ここは大丈夫そうですね。あ、鉄鋼船か。誰かいるかい、鉄鋼船のやつ。あ、この辺でいいや、この人でいいや。そうだな、ちょっと鉄鋼線を持たせる部隊をまた作るか。じゃないと、ちょっとな。これだったらなんかいらない、この罰いらない気がするな。結局そっちでやっとけばいいじゃんって話になっちゃうし。前線の鉄鋼線持ってる武将をクビにしてるわけでもないから。あんまり痛くない。
ゃあない。あ、伊藤雄平、いや若いからダメだわ。うん、若くないやつを。一番これがね、信長の野望が一番遊ぶには楽なんですけど、動画上げるには楽なんですけどね、本当にやってなかったんですよね。うん、誰かなんか、誰かなんか捕まってほしいんだけどな。あ、このパターンに行くか。うん、このパターンに行くか、しょうがない。捕まるっていうか寝返るという表現が一番正しいですかね。間違え、違います、逆です。大丈夫、うん、ちょっと久しぶりなんでちょっと操作がおぼつかないかもしれないです。籠城されたらまずいじゃん。願いってね。1週間6日しかないかな。罰が執行されないじゃないか。これ確か5月の罰ですよ。願えろ。米がなくなるじゃないか。願えってくれ。なんかがいたし。来るな、なんか来る。左からなんか来る。あと捕まってくれるの待つしかないか。ああダメか。なんで逆だよ、捕まるの逆だよ。逆だよ、逆だってば。
そっち兵いないやつじゃんか。切るなよ。なに。なんちゅうことしてくれんの、やつは。乱暴にも程があるよ。いやちょいやなダメだな。それはダメだな。旗のに上げて、これチャッキーも上げなきゃいけないでしょ。ここ忙しいですよ。どうする。違う、これは違う。浅野長政、名前が似てる。長政さんでちょっと粘ってもらうか。しょうがないな。付き添いでいらない武将を言ってもらうか。いらないことはないんですけどね。ああダメか。じゃあ林で即逃げで捕まってくれないかね。罰が執行されないよね。頼むよ。罰が執行されない。参ったな。ほんと困ったな。随分茶器持ってますな、大友さん。まあそれはいいとして、誰か言ってくれないかい。アマゴ勝久だな。勝久行ってらっしゃいよ。あと首にもしてないんですよね。首もしてないし、誰も捕まってくれないしな。困ったな。困ったな。目の前まで行けば捕まるんじゃない？目の前まで行けばさ、捕まるんじゃないかい？ね、なーい。どうすりゃいいんだ。どうすりゃいいんだよ。罰が執行できない。どうすりゃいいんだよ。
誰か捕まってくれよ。こんなにやってんのに誰か。市川、ちょっと待って、これだ。吉川さん、ちょっと左行ってもらおうか。この作戦ならいけるでしょう。川で、ね、福原さん、福原さんだっけ。そうだ、福原さんですよ。で、あと、いらない武将、いらない武将がいないんだよな。誰でもいいや。福原さんの忠誠度が低いので100持たせて寝返るのを待つと。ああ、もう解放させてください。何の戦なのね。よし、やっとだ、やっとだよ、やっとだよ、本当に。波乱万丈でしたね。はい、あとはあの鉄鋼線を持った武将の解雇をしなきゃいけない。薩摩にいる武将を一人解雇します。来るかな。いやー、大変でしたね。ほんと大変でしたね。あー、やってきた。あー、よかった。よかった、よかった。ニーノさんでいいのかな、名前。この方、解雇します。はい、これで罰ゲーム、やっと完成しました。やっと終了しました。1ヶ月かかりました。1ヶ月無駄にしました。つらかった、つらかったよ。でもまたルーレット回さなきゃいけないんですよね。はい、もう時間も時間なのでルーレットは次回回すことにします。はい、では、ご視聴ありがとうございました。